私の名はモグロ福蔵、人呼んで笑うセールスマン。ただのセールスマンじゃございません。私の取り扱う品物は心、人間の心でございます。この世は老いも若きも男も女も心の寂しい人ばかり。そんな皆さんの心の隙間をお埋めいたします。いえ、お金は一銭もいただきません。お客様が満足されたらそれが何よりの報酬でございます。さて今日のお客様は。おおへえ、すごい情報量っすね。ああ、フリーライターともなるとな、使いそうな題材は全てメモするようにしてるんだ。電子手帳ならかさばらなくていいわね。情報社会だからね、アイテムを上手に使いこなせないと生き残れないのさ。あれ、あ、なんだこりゃ。あ、月夜、うなじが感じやすい？やめろ、何みたいな、返せ。月夜って言ったらメモさんの奥さんじゃないですか。さては、奥さんにプロポーズした時も手帳に情報をインプットしといて根回ししてたんですね。まあな。いけねえ、大変だ。おい月夜、俺の電子手帳を見なかったか。そう、あれがないと仕事にならないんだ。昨日ずいぶん酔っ払って帰ってきたから、どっかで落としたんじゃない？知らないっすよ。昨夜は僕も酔っ払っちゃってたし、飲み屋に電話してみたらどうっすか？その電話番号も手帳の中なんだよ。ったく。ああ、自慢の電子手帳、さっき掃除した時なかったけど。ああ困った、あの中には仕事で使うアイディア、アドレス、スケジュールがぎっしり詰まってるってのに。もしもし、お探しの手帳ってこれですか？どうもありがとうございます。こっちです。そのタヌキさんの下に落ちてたのを私が拾ったのです。そうですか、どうも。大事な電子手帳なくさないようにしてくださいね。ちなみに私は通りすがりのセールスマンです。いや、助かりました。僕はフリーライターなもんで、こいつがないと仕事にならないんですよ。そりゃそりゃ、お役に立てて光栄です。ありがとうございました。おかしいな、俺の全然知らない情報ばかりだ。これは俺の電子手帳じゃない。でも、仕事で使えそうなアイディアメモも結構入ってるぞ。人の電子手帳って面白いや。お、はあ、女の電話番号ばかりこんなに。なんだこりゃ。合言葉、にゃんにゃんしよう。あ、いつでも OK。よし。もしもし。にゃんにゃんしよう。佐都君、待ってたのよ。ねえ、すぐにいらしてくださるわね。そんな。電話かけといて来ないなんてずるい。僕が誰だか知ってるの？誰でもいいから早く来て。お願い、待ってるわ。よし、ここに間違いない。どうぞ入って。ごめんください。早く入って。はい。もっと奥まで。もう待てない。あの、いくら？お金なんていいの。
欲しいのはあなたの。で、女王様、あなたのおかげで天国よ。僕にもキスして。こっちですよ。あなたは。いやー、お探しましたよ。実はあの日この店でやっぱり電子手帳を忘れていった人がいましてね。ぎっくよくよく探してみたら、カウンターの下からもう一つ同じ電子手帳が出てきたのです。あなたのはこれじゃありません。実は私も後で気づいて困ってたんです。それでしたらすぐに私のところへ連絡くださればよかったのに。いや、すいません、助かりました。ほんじゃ私はこれで。はい、もしもし。褒め押しだるま。ああ、春江のところに早く来て。待ってたわ、まなみ、もう我慢できない。ップステップスワープ。いらしてください。待ってます。おお、ご指示かり。お仕事進んでる？ちょっと仕事で出てくるよ。まあ、こんな遅くに大変ね。なんたって売れっ子のフリーライターだからな。おお、次行ってみようか。次はメモさん。そりゃないですよ。他人の電子手帳の情報を IC カードにコピーして取っておくとは。ちょっと待ってください、別に悪気はなかったんですから。こっちですよ。悪気がなくても、あなたのやったことはルールを無視した常時、いえ情報の悪用です。すいません、カードにコピーした情報は全て消します。ですから勘弁してください。いえ、ダメです。え、残念ながらもう後戻りはできません。覚悟してください。だよな。おい、君たちはなんだね。もう人の家に持って勝手に。月はどこ行ったんだ。あら、女房の名前を間違えるなんてひどいじゃない。あたしの名前はひでこよ、ひでこ。パパ、ボケるにはまだ早いよ。パパだと？俺には子供なんていないぞ。バカなこと言ってないで、たまには夜の相手もしてちょうだい。パパ、お小遣いくれよ、お小遣い。待ってくれ、俺は情報というものは使い方次第でとんでもないことになるものです。家族が手帳と同じようにすり替わってしまうほど情報操作の技術は進んでるんですね。情報化社会もひょっとしたらタヌキに化かされているだけの世界かもしれませんよ。おおThank you.